はい、コズです。はい、今回もねフィギュア紹介していきたいと思います。ちょっとその前にね、前回ちょっとお話しし忘れたことがあります。前回ね、もう一つ、サブチャンネルとしてねジャンプ系グッズ、はい、そちらの紹介チャンネルを開設したんですが、こちらとあちらで同じものを載せて、向こうは、字幕で出すって言ってたじゃないですか。それだけじゃなくて、あと向こうのみで紹介している動画もあるんですよ。もうすでにアップしてますが、こっちではアップしてません。はい、まあ、それはどういうのかって言ったら、まあ、ジャンプ系グッズでもちょっと時間が経ってね、もう、紹介し遅れたやつとか、ちょっと古いやつとか、はい、そういう系のジャンプ系フィギュアとかグッズ、そういうのを紹介するのは向こうです。はい、こっちはだいたい最新のやつとかですね、古いのはもうこっちでは紹介しないですね。時間が経ったやつね、もう向こうオンリーにしようかと思います。はい、なのでね再び言いますが、ぜひ向こう行ってチャンネル登録してください。はい、向こうのみの動画があるんでね。はい、ということで、続けましょう。はい、今回は何を紹介するかといったらこちら。じゃじゃんと出たね、ムビチケだけど、機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ、はい、こちらですね。いやこれすっごい見たかったんで、本当は今年上映予定だったんですけどね、コロナの影響で来年の5月公開となってしまいました。はい、いやー、まあ、でもね、これは絶対見ます。もう見ますっていうか、チケット取ってんだけどね、もうこれね。はい。で、これを取ったのには理由があるんですね。はい。それがこちら。じゃじゃんと。はい。ガンダムコンバージ。はい。こちらね、限定ですね。フィギュア付き限定チケットを買ったんです。はい。なので、これ目当てで買ったっていうのもあるんですよね。まあ、ゆくゆくは、映画で見るんでね、どっちにしろチケットは買うんですけど、どうせだったらね、限定のフィギュアが付いてるやつがいいなっていうので、このガンダムコンバージ、はい、こちらのね、前売りチケット限定のやつを買った方がお得かなということでね、買いました。はい、お得って言ってもね、タダで付いてくるわけじゃないです。かなり料金プラスしないと買えなかったですね。はい、まあ、そんぐらいの出来だと思います。でかいですね、箱は。普通のガンダムコンバージュより、やっぱこう部品とかもね、パーツがいっぱいあるんで、で普通にオデュッセウスガンダムからペーネロペーに換装ができるみたいですね。はい、はい、てな感じでね、では早速ね、開封して中身見ていきたいと思います。はい、開封しました。ではね、見ていきましょう。まずは本体、はい、こんな感じで入ってました。はい、で、普通にこうやってね、ランナーパーツとか、はい、細かいですね。はい、で台座、はい、これは何、足か、足のパーツで、説明書、これも袋に入ってる状態、はい、ということなんでね、では早速ね、組み立てたいと思うんですが、オデュッセウスガンダムからペーネロペーに、換装するっていう形で、組み立てていきたいと思います。まあおそらく、組み立ての工程は早送りになると思いますので、足からず、はい、
ではご覧ください。はい、まずはね、オデュッセウスガンダム。いやー、これね、確かね、普通に出て、一般販売でも出てたと思うんですけど、それのカラーリング違いですね。メタリックカラーになってます。はい。この白の部分は、パールホワイト的な感じに見えるね。いやー、かっこいい。はい、では早速ね、これを、ペーネロペーに、乾燥していきたいと思います。はい、ペーネロペー完成しました。はい、こちら。ザザン。いや、すっげえかっこいい。めちゃくちゃボリュームあるわ。いやいや、すごいな。かっこいいわ。オデュッセウスガンダムからペーネロペ、すっげえ、かっこいいわ。はいはい、てな感じでね、組み終わりましたが、いや、素晴らしいね。いやー、かっこいいわ。これはね、早く劇場のね、大きなスクリーンで見たいね。どんな感じに登場するのか、このペーネロペ。はい。いや、このね、チケットのこの背景の感じだとね、これが多分ハサウェイなんですよ。で、このオデュッセウスガンダム、めちゃくちゃでけえ。いやー、すっげえでけえな、これ。いや、どんな感じなんだろう、これはね。一応ね、逆襲のシャアの、続きっていう感じなんですよね。うん。だからね、すごい楽しみ。要は、逆襲のシャアからユニコーンガンダムの間の物語なんだよね。いや、これは楽しみだわ。このオデュッセウスガンダムね、後々これね、映画やったらすごい人気出てきますよ。はい。一応ね、ハサウェイが乗るガンダムがクスイガンダムっていうね。はい。まあそちらもね、どういう風に登場してくるのか、気になるところですが、まあね、映画の公開を待ちたいと思います。はい。ということでね、まあ最初でも述べた通りね、もう一つのチャンネルの、件がありますが、それちらはね、概要欄にまたリンク貼っておけます。はい。なので、そちらから飛んでいただいて、まだ見てないね、動画、ご視聴いただければなと思います。はい。では、今日はこの辺で、
回転台座に乗せてお別れしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。